責任者出てきてくださいよ。こんな封鎖違法でしょうか。あんたら分かってんのか。町がゾンビに襲われてるって事実なんでしょ。許されないぞ。あの男、東条か。でも確か町を出たんじゃ。おい、そこの止まれ。よすんだ、やめとけ。はあ、何なんです。あいつが堂島の竜だ。え、神室町の伝説の極道桐生一馬。おかけになった電話は電源が入っていないか、電波の届かない場所に。四代目、神室町、頼んます。ご苦労だった。貴様、こんなデタラメ。今の俺に触るな。何をするか分からねえぜ。つけてんだ。うめえ。かかってこいや。まとめて面倒見てやるぜ。町が、神室町が壊れちゃう。引退、園長先生が。ああ、俺がここを離れられないのは向こうも承知だ。だがせめてお前だけでも送別会に来てほしいってことらしい。おじさん、ひまわりって。うちと同じだ。養護施設ってこと。ああ、俺や遥が育った場所なんだ。へえ。もう随分会ってなかったろ。そうだけど、私行って大丈夫なの。ほんの 2,3 日のことだ。こっちのことは心配ない。でもお前はよくやってくれている。たまには羽を伸ばしてもらった方が俺もこき使いやすいんだ。おじさん、ねえ、お土産何がいい？本当に？やった！ん？曇ってきたな。
ひまわりのみんなによろしく伝えてくれ。気をつけてな。無定やつらだ。こっちよ、早く。銃も持たずによく生きてたわね。あんたは？アサギ、陸上自衛隊三等陸曹、アサギミスズ。キリュウだ。あげるわ。いや、必要ない。撃てないってこと？ゾンビになった人たちを。気持ちはわかるけど、でも彼らはもう助けられない。そんなことを言ってたらあなた死ぬわ。いらねえ世話だ。どこに行くの？女の子を探している。娘さん？娘も同然だ。当てはあるの？いや。なら、カムロ町ヒルズに生存者たちが集まってるらしいわ。バリケードを張ってね。そこでなら、何かわかるかもしれない。銃声？下？行くわ。やめろ。もう済んだわ。あなた大丈夫？ああ。なあ、あんたもしかして桐生さん？え？俺長浜ってもんです。桐生一馬さんだろ？知り合い？いや、一方的なファンさ。伝説の国道、堂島の竜。有名人ってわけ？ほら、あんたに憧れてこの町に来たようなもんだ。ダメ、離れて。何？長浜さん、あなた噛まれたのね。気持ちいい。手遅れよ。待て。離して。この人はもう人間じゃない。体の中に入り込んだゾンビの毒はやがて人を死に至らせる。そして死者は歩き始める。離して。撃つな。でも。アサギ、手を出すんじゃねえ。
もうやめて。もう十分でしょ。楽にしてあげようよ。ごめんね長浜さん。待て。いやよ、まだわからないの。この人はもう。え、キリュウさん。長浜、先に行っててくれ。行きましょう。カムロ町ヒルズへ。嘘。みんなここに立てこもってるはずよ。なのにそんな。しっかりしろ。行って確かめるんだ。やっぱり誰も。みんなやられたっていうの？人間？それとも。お前は林。何？関西近江連合カンビナシオ。そんな。泣くなら後だ。真島の兄さん。そうか、はるかちゃん、さらわれたんか。偽の手紙におびき出された。鼻から狙いは俺だ。さらったんは近江連合の二階堂いう男やろな。町をこんな風にしたんもそいつや。二階堂、そいつは今どこに。わしも探してるとこや。ここに立てこもっていた人たちはどこに行ったの。朝日。別れは済んだわ。もう大丈夫。サイの河原や。え、ここにおった連中はサイの河原へ避難したんや。サイの河原って。案内したるわ。あそこやったらはるかちゃんの居場所も見つかるかもしれんで、キリュウちゃん。そこや。そっからサイの河原に入れる。キリュウちゃん、わしなゾンビになってしもたかもしれん。
そういえば真島さん目が。せやがら、わしはここまで。俺にできることは。せやな、わしがゾンビになったら、そりゃお前世界の破滅やろ。そん時このわしを止められんのはキルちゃんお前だけや。頼めるな。変わらねえなあんたは。もう行けや、そこの姉ちゃんが退屈しとる。そんなこと。さよなら。アサギ、行くぞ。よくここまで来られたな。もう大丈夫だ。で、え？あ、あれ？あ？よ、四代目。え、失礼しました。何なのよ、これ。キリュウさん、本当に有名人なのね。いつカムロ町に？今朝だ。お前はやっぱり無事だったんだな。結構いっぱいいっぱいでしたけど。キリュウさん、二階堂って男のことは？ああ、聞いている。なら話が早い。さっき花屋が新しい情報を仕入れたらしいんです。行きますよね。古い知り合いと話がある。お邪魔ってわけね。悪いな。いいのよ、じゃあね。四代目桐生さん、彼女うちのキャバでナンバーワン行けますよ。遅えぞ桐生。なかなかお呼びがかからなくてな。何か新しい情報が入ったとか。せっかちだな、金貸しってやつは。時は金なり。こいつが二階堂。ああ、だが新しい情報ってのはこっちの男のことだ。そいつが通称 DD、 日系アメリカ人らしい。その筋じゃ名の通った武器商人だ。当てましょうか。そいつがゾンビを開発したんだ。ざっくりやな。本当にせっかちな野郎だぜ。あれれ、怒っちゃいました？数年前 DD はアフリカで発見された新種の菌をもとに細菌兵器の開発に手をつけた。タナトスってのがそのコードネームでな。やつは世界中でそのスポンサーを探していた。なるほど。そのスポンサーが近江連合の二階堂。近江連合の上も噛んでいるのか。いや、俺の読みじゃ二階堂一人だ。東上会潰したってカムロ町までこのざまじゃ組織にうまみがねえ。支援だろうな、東上会と桐生一馬への。支
侵入者です。奴はここに気づきました。桐生さんやべえな。ここを突破されたらサイの河原は終わりだ。ちょっと危ねえって。大丈夫、銃の扱いには慣れてるわ。あなたたちよりもね。サエの河原を守るんでしょ。なら前に進むの。地下のゾンビを殲滅するのよ。わかった？イエスサー。ヤツらいません。大丈夫です。誰があんなところに。静かすぎるわ。ああ。避けて、秋山。平気？ゾクッときたぜ。アサギちゃんに呼び捨てにされて。バカ？先戻ってますよ。ええ。桐生さん、大悟か。お話伺いました。遥ちゃんは二階堂の手に。花屋か。ええ、心中お察しします。ああ、一つ花屋から伝言があります。うん。キリュウス、カムロ町に凄腕のガンスミス、銃の改造がいるって話を聞いたこと。いや、無駄足になるかもしれません。ですが、彼が無事なら強力な武器が手に入ります。面白い話だ。そいつはどこにいるんだ。占領通りの黒金で、そこで義士装具士、つまり義手や義足職人の看板を出しているそうです。俺も行きますよ。いや、お前にはサイの河原を守ってもらう。しかし。だったら私が行きます。お任せください。キリュウさんをしっかり護衛します。どなたかいらっしゃいます？現れよったな、桐生。龍二。こんな時に繁盛してんのはうちくらいのもんだろうね。せやろな。姉ちゃん、見た顔やな。あなた、戦車でバリケード壊した人でしょ。そうかそうか、あん時やな。それにしてもあなた顔広すぎない？今度はどういうご関係？そこの桐生はな、わしの腕をこないしおった男や。え？
勘違いすんなや。別に恨み事やない。正々堂々やりようた喧嘩の結果やさかい。ただそん頃はわしも荒れとった。組織を破門にされた途端、わしの首狙う連中がワンサが群がってきよってな。みんなわしを恨んどった連中や。その頃だったね、ゴーダ君がここに来たのは。そうや、周り中敵だらけやったさかい。この腕に銃でも仕込んだれ思てな。そしたらこの親父、頼まれもせんでこんなごっついもん仕込みよった。ふん。それ見てな、わしゃこんなんで誰撃つつもりやったんやって。なんや、目覚めた。わしがこんなことにでもならなきゃ一生使うこともなかったろうけどね。そうやな、キリュウ。わしもあんたも極道から足を洗った身や。せやけど二階堂はわしの弟分やった男や。けじめはつけさせてもらうつもりやで。俺は遥を助けに来ただけだ。あんたにけじめをつけてもらう必要はねえ。なんや変わらんの、あんたは。俺だ、キリュウ。二階堂のヤサが分かった。どこだ。何のことはねえ、ミレニアムタワーだ。その最上階に嫌がった。ハルカは。お嬢ちゃんも DD も一緒だ。花屋オンに切る。次からはきっちり金払いよ。ふん。ああ。ミレニアムタワー。そうだ、奴らはその最上階にいる。キリュウ、抜かりはないんか。鉄、いや二階堂もわしらが来ることは織り込み済みのはずやで。キリュウさん。ん？少しお時間をいただけませんか。お渡ししたいものが。決して後悔はさせません。わかった。なるならなるで、さっさとゾンビになったらええのに。どうなっとんねん。あ？そうや、デトックスや。ゾンビの毒全部出し切ったらどないや。やったるわ、コンクラビアで。お待たせしました。すごい、これって。お役に立ちますかも。ああ。私の方のお代は搭乗会につけさせていただきます。踏んだくってやってくれ。いよいよね、アサギ。お前はここに残るんだ。え？こっから先はな、わしらの戦いなんや。でも。キリュウ、足引っ張んなや。行くぜ。
気流。やつは普通やないで、気流。普通じゃねえのはこっちもだ。そうやったわ。踊れの目的は何なんや。目的？二階堂と何やこそこそやっとるやろ。それならまずお身内の二階堂さんと話されるのが筋でしょう。わざわざ私をつけてきたのは二階堂さんが怖いから。アホ抜かせ。わしの方が兄貴分じゃ。縦社会で下に追い越されるのってどこの国でも悲劇ですよね。話をそらすんやない。こっちもな、我が武器商人いうとこまでは掴んどんのじゃ。だとしたら？わしんとこは今、そないな戦争を抱えとらん。ほな、二階堂はなんで我みたいなもんに用があんのんじゃ。踊れら、何企んどんねん。それについては、やはりあちらからお聞きいただいた方がいい。あ？林さん、同じ組打ちだろうが人のしのぎに口出すのはまずいんちゃいまっか。二階堂。でもちょうどよかった。あなたのような骨のある男を探していたんです。構いませんね。何さらすんじゃ。タナトス、ギリシャ神話の死を司る神です。苦痛はありませんよ。ただ受け入れればいいんです。カンビナ、死を。死ほどの男が。おじさん。はるか、
そうですか。お二人が手組んであるんやったら林なんぞには任意重すぎますわな。二階堂、桐生さん、こうして言葉を交わすんは初めてですわ。お顔はよく存じておりましたがね。おう、その子を話せや、鉄。そしたらお仕置きやさかいな。まあ、ええやろ。ほれ、おっちゃんとこ行き。えらい素直やな。そりゃまあ、あんたはわしの目標やったお人ですから。決して手の届かん目標やった。そらそうや。ただの人間が竜なんて化け物相手に、そんなん大それた話ですわ。せやけど、今目の前におるんはその抜け殻のただのボンクラや。今日はえらいおしゃべりやな、鉄。来やすいで。小田！わしは郷田隆二をこないにした登場会を、桐生一馬を見過ごせんかった。桐生さん、わしは話したこともないあんたを殺したいほど憎んどる。せやけど、殺すだけでは足りん。まずは目の前で一番大事なもん奪ったる。はるか、走れ。言葉で言って分かるやつじゃねえ。それに俺ももう言葉で済ますつもりはねえ。お見事です。負けましたわ。乾杯や。せやけど、あんたらはやっぱりそうやないとあかん。寝ぼけたこと言わんと。年貢の納め時や。言い残すことは？わしに死ぬ覚悟はないとでも？我何年わしのこと見てきたんや、小田！こっちは鼻から命がけや、命がけで！わしゃあんたに惚れとったんや。とんだ迷惑や。撃てや。兄貴に撃たれるんなら本望ですわ。鉄。ああ、悪いけど。私の方にはまだ切り札があるんだ。何やと？悪い、そんなもん。
なんやこれは。タナトスだよ、新型のね。テツ、おじさん、あの人が。お前もよくやってくれたよ、二階堂は。彼のおかげでタナトスはまた改良された。この数日貴重なデータが山ほど取れたからね。てめえは何を。信じないだろうけど、タナトスに感染するのは全然悪夢なんかじゃない。むしろ最高に幸せなことなんだ。タナトスの原子となった菌は動物の体液を媒介にして広がっていく。でもその一番の特徴はね、宿主の脳内に大量のエンドルフィン、つまり脳内麻薬を分泌させることにあるんだ。こいつは気持ちいい。なんや野郎、気持ちいい。宿主はその身もだえするような幸福感を他の者と分かち合おうとするようになる。タナトスがそうさせるんだ。自分たちの種を広く残すためにね。そしてそれはどこまでも広がっていく。魅惑的で蜜のような甘美な死がね。さあ二階堂、君の大好きなその二人にも甘美な死を与えてやるんだ。よほど君らのことが好きらしい。おい、キリュウ。無事。キリュウ、鉄を二階堂を止めたってくれ。
観念したらどうや。もう逃げられへん。殺すのかい、私を。八つ抱きにしても飽き足らない。そんなに悪いことかな。だってこの世界はさ、大部分の人間にとって生きるのは辛いようにできているんだ。でもこのタナトスの感染者は極上の幸福感に包まれながら死ねるんだよ。幸福で安らかな死とただただ過酷な人生、どちらがいいかなんて選ぶまでもない。大して報われもしない人生、そんなものに汗をかくなんて滑稽でさえあるよ。私も仕事柄悲惨な人間は山ほど見てきた。だけど君らにはその辺が分かっていない。分かってねえのはてめえの方だ。そうかな。人生は過酷だ。そんなことてめえに言われるまでもね。生きるってのは全力でそれぞれの人生に立ち向かうことだ。お前はなぜそれを滑稽と笑う？なぜ笑うかって？おかしいからだよ。おかしくて仕方ないじゃないか。笑えねえよ。お前と一緒に笑ってくれるやつなんてどこにもいやしねえ。綺麗事だよ。所詮人間は楽な方に逃げたがる生き物なんだ。休んだ方が楽、楽した方が得、そう思い込んでる連中はどういうわけか、そいつを大声で叫ぶ。仲間を増やしたがる。だが俺たちは立ち止まらない。そして全力で生きて戦い抜いて、最後に死ぬ時が来たらこう言うんだ。生きててよかったってな。まあそういう理屈もあるだろうね。桐生一馬、二階堂が君にご出身だったのもわかる気がするよ。いいんだ。アホ抜かせ。奴をやるのは俺たちの役目じゃない。え？似合いの最後やな。
よかった。大丈夫。痛いとこない。わかるだろう。こいつはゾンビ。え？ゾンビやない。ゾンビやないで。やっぱ効くのー、カムロ町のサウナは。いや、でもその目。よっしゃ。そやった、わし花粉症やったわ。しっかしあん時はもうダメやと思ったで。なに、くそんな。わしな、ゾンビになってしもたかもしれん。違う。大変！